茶師。茶師とは主に近世にアイヌが築造したある種の施設であって、高い場所に築かれ、豪や崖などで周囲と切り離された施設である。茶師はアイヌ文化の中でも重要な位置を占めていると考えられているが、アイヌ族による文献資料が存在しないため、詳しいことはほとんどわかっていない。また茶師が研究対象となったのも、 アイヌ研究の歴史の中では新しく、河野常吉や河野広道による先駆的な研究を除くと、1973年以降に順次行われた茶詞の分布調査が初めての本格的な茶詞さであった。このような事情から茶詞についてはっきり言えることは現在でも驚くほど少ない。茶詞の総数は不明であり、地名や伝承には残っているものの茶詞の意向は、 見つかっていないものも多い。1992年時点では526箇所の茶子骨、津、茶子跡が確認されている。茶子の分布は、東江戸地、太平洋側のアイヌ文化圏と呼ばれた道南、道東に多く、特に、根室、釧路、都勝、日高地方に集中している。これは、百社員の勢力圏と一致しているため、 シャク社員らが和人と戦う中で多くの茶師が築かれたのではないかと推測されている。シリマシホは茶師とは山の上にあって割り木の柵を巡らせた施設を指す語であるとされるとしているが現在茶師というものは北海道には存在しないため正しくは茶師の跡という意味の茶師骨というアイヌ語を使うべきであると指摘する研究者も存在する。 かつて茶師が存在した場所が茶師骨と呼ばれて地名となっている例は多い。かつて近代地京介は茶師をアイヌ語のチやし我々立てるから来ているのではないかと主張し中世の東北地方に数多く見られた立ち、立て、立ちと語源を同じくするのではないかと考えた。前室の地理は茶師の語源は朝鮮語ではないかとも考えていたが、 口実するように茶子が登場するのは十四世紀以降であることが分かったため、朝鮮語が使われるというのは不自然であり、はっきりした結論は出されないままとなっている。なお、本校では、アイヌ族が実際に使っている状態の現役の施設としての茶子と区別する意味で、茶子跡を茶子骨と表記する。茶子がアイヌ族の施設として、 一般的であったのは16世紀から18世紀、つまり、近世アイヌ文化期であると考えられている。茶子の成立時期は不明であるが、殺文文化期の異物や遺構を伴う茶子骨が見つかっていないことから、宇田川洋は、最も古くても14世紀が限界ではないかと指摘している。茶子の用途については現在でも諸説あり、結論は出ていない。茶子が、 文献に登場するのは17世紀以降で、ほとんどが和人の残した記録であるが、この時期には、アイヌ族と和人との間で、戦争状態がいていたこともあり、和人は茶師を取り出として認識していたようである。例えば1670年に書かれた漢文10年的法記襲書では、市役史や在所を開け、茶師に、老居猿草老手、不参考との記述がある。一方、言うからでは、 茶師は、英雄の住居、牢獄などの性格を与えられていることが多い。また、宇田川が203箇所の茶師骨について、伝承を調査したところ、最も多かったのは、戦闘に関する伝承で203件中95件。次に多かったのは神や英雄に関する伝承。ポイアンペ、オキクルミ、コロポックル、ミナモト、ヨシツネなど、で、同35件。その次がカムイミンタラ。 神々が遊ぶ場所や、平城など聖域であったという伝承で、道22件、見張り場であったという伝承は17件、チャランケを行う海岸上であったという伝承は4件であった。現在では、茶師の用途は複数あり、時代を経るにつれて、茶師の使用とは変化していったのではないかと考える、研究者が多い。すなわち、最初期の茶師は、聖域としての性格が強く、 ついでアイヌ族内での緊張状態の影響から、チャラン家の場として用いられるようになり、和人との戦いが激しくなると、軍事施設としての役割大きくなっていったのではないかとの見方である。さらに、宇田川洋は、茶子骨から宝物が見つかることが多いことを指摘し、茶子はアイヌの富裕層が蓄積した宝物を保存する施設だったのでは、いかとの説を提出している。 現代では、茶子骨は、観光資源として利用されることもある。茶子は、基本的には、高い場所に気づかれ、豪や崖などで周囲と切り離された施設である。茶子への登り口は、茶汁と呼ばれる。茶汁は、非常に傾斜がきついのが、一般的で、はしごを使わなければ入れないような茶子骨もある。1643年に、オランダの商船カストリクム号が残した、 記録中の茶詩は山の上に人間の身長の15倍ほどの柵を張り巡らしたもので茶汁は急旬な象形となっており柵の内部には2、3軒の住居が存在していた茶詩の形状の分類法はいくつかあるが最も広く用いられているのは1956年に河野博道が阿網走市において用いた4分類である以上の4分類の中では 古等式と岡いただき式が新しく、ついで岡崎式が現れ、面掛け式が最も新しい形式ではないかと見られている。茶師の築造に必要とされた労働力はおよそ100人から125人日と考えられており、一般的な古端であれば茶師の築造には1ヶ月ほど用したのではないかと推測されている。1976年に 北海道教育委員会が行った調査では、341箇所の茶師跡が確認されている。現在では500箇所以上の茶師跡が見つかっている。北海道、日高市長猿群のビラトリ城にあるに風谷遺跡のように大規模な発掘や調査が行われた茶師もある。茶師には、北方ユーラシアのゴロディシチェやカムチャツカ半島の オストローフィトの構造における類似点がいくつか見出されている。ゴロディシチェはユーラシア北部に広く分布する鳥出の一種であり、同様のものがラテン語ではアッピダム、ドイツ語ではブルク、英語ではボローやヒルファートと呼ばれる。構造上茶詞に最も近いのはブリテン島のヒルフォートであるが、これらユーラシア大陸の施設と茶詞の関係は全く分かっていない。 北海道茶師学会編アイヌの茶師とその世界北海道出版企画センター1994年楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。